レホボス協会は、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、モンロー郡に位置し、軍庁所在地のユニオンから東に2マイルほど離れた、ログハウス様式の歴史的建造物で、メソジストの協会堂。1974年、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、ウェストバージニア州に現存する、最も古い協会堂として知られる。1784年後半、 新たに到着した植民者たちは、ユニオン金号にメソジスト教会を組織した。植民者たちは協力し、1785年には建築を主導したエドワード・ケイナンの土地に、教会堂を建築した。ケイナンは、教会堂とその墓地の敷地を教会に寄付した。1786年、教会堂は、アメリカ合衆国で、最初のメソジストの監督である。 フランシス・アスブリーによって検定された。完成後に、教会は、メソジスト運動の中心となった。アスブリーは、教会完成後の10年の間に少なくとも3度は、訪れ、年会をこの教会で主導した。レホボス教会は、バージニア植民地西部の初期入植者に用いられていた、マルタ組技術が用いられているバナキュラー建築である。内装は、 平らに削られた木材で作られた、説教団が主役となっており、説教団は一段高く作られ、路を回廊の両方からの視認性を最大限高めている。三つの側面には追加の席を置けるように回廊が連なり、南北戦争の頃には奴隷たちの席として利用された。新動の南西の角には、境界側面と後壁に据えられた二つの大きな丸太と、 小さな支柱で支えられた回廊へとつながるはしごが固定されている。これらの丸太は末端がひし形に削られている。説教団の他の唯一の内装は半分に切られた丸太で素朴に作られた安楽椅子と木製のランプスタンドのみである。また、アスブリーによって使用されていたと信じられている。教会の主祭団が保存されている。レホボス教会は 森林から切り出された丸太で建てられており、自然に朽ちていった。1927年に修復活動が始まり、建築物全体が修復された。修復作業は継続的に行われ、1930年には元々の屋根はそのままに、大きなブリキの屋根が建造物を覆う丈夫な小屋となった。これ以降、メソジスト教会歴史教会に認識されるようになり、 憲法施行前のアメリカ合衆国で建てられた最も、西方に残された教会であり、ウェストバージニア州で他にない教会であるため、全国を代表するメソジスト制度のようにも呼ばれた。1960年代初頭まで教会堂は、まだ丈夫な状態であり、定期的に礼拝に用いられていた。1974年12月31日、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。今日では小さな博物館が教会近くに建てられている。ありがとうございます。